今季までロッテで2年間一軍打撃コーチを務めた村田修一氏43が26年ぶり日本一を達成した DNA の来期一軍コーチとして入閣することが3日。分かった。男、村田が戻ってくる同士は02年自由獲得枠で日大から横浜、現 DNA2 入団、3年の新人年から25本塁打をマークするなど実力を発揮し、 11年に対談するまで三浦大介現監督と並ぶ球団の顔として活躍した12年から巨人に移籍し17年に現役引退するまで通算15年間で1953試合打率269,360本塁打1123打点の成績を残し特に本塁打は15年連続で2桁をマークしたそして引退後は巨人 ロッテで打撃コーチなどを歴任した。現在 DNA では首相の巻が村田市球団在籍時に使用されていた打席応援歌を継承中。それだけ DNA ファンにとっても男、村田の存在感は象徴的だったとあり、14年ぶりの古巣復帰には注目が集める。また、三浦監督とは現役時代に信頼関係を築き上げ、さらに今季5年ぶりに球団復帰した浜の大宝。 筒すがとも指定関係にある。26年ぶり日本一を遂げ来季はリーグ V を目指す三浦 DNA の戦いに、男、村田の入閣は大きな追い風だ。